はい、こんにちは、ビッグボーイです。2019年2月15日発売、メトロシリーズ最新作の、メトロエクソダスやっていきます。いや、もう早速オープニングが渋いめっちゃ渋い。前作と前々作のあの、セットであった、リダックスは3年前ぐらいに、プレイ済みなので、結構久々にメトロシリーズ遊びます。ちょっととりあえずね、めっちゃめちゃ今気持ちが高ぶってるけど、オプションからチェックしていこう。はいはいはい。でちゃんとストーリーのつながりもあるみたいで、主人公がね、このソフトを発表された時点で主人公がアルチョムだって言われてたので、つまりは、前作ラストライト、メトロラストライトの、最後のところ、グッドエンドとバッドエンドの分岐があるんだけど、グッドエンドで分岐したっていうことできっといいんだね。字幕背景っていうのは字幕のシャドウのことかな。見やすそうだからこれをオンにして、まあいいでしょう。じゃあ早速やっていこう。あまりひどい目には遭いたくないから、ノーマルで行こう。小さなオープンワールドエリアがね、いくつもあるって聞いたんだけど、どうなんだろう。戦争の前の生活が忘れられない。今とは別の暮らし、上の地上での暮らしだ。僕たちはかつて世界の支配者だった。ガラスと鉄で巨大なビルを建て、海を渡り空を飛ぶことだってできた。そこには70億もの仲間がいた。僕たちはトンネルで暮らすためなんかじゃなくて、新鮮な空気を吸うために生まれてきたんだ。それを思い出した。戦争で70億もの命が奪われた。地下で生きながらいたのはたった5万人。地上は汚染され、焼き尽くされ、怪物の跋扈する地となっている。地上の汚染が消え、僕の孫、もしくはその孫が地上に戻れる日が来るかもしれない。少なくともオーダーの同志たちはそう信じている。要するに最初から僕たちに希望なんてなかったんだ。それでも人間とは諦めの悪い生物だ。できる限りの生存者を集め、協力し合うことでメトロを新たな故郷としたのだ。結局のところ地球で人間が住めるのはもはやここだけかもしれない。一時はなんとかやっていけると思っていたが、しかし悲しいかな。戦争があっても悪癖というのは変わらないらしい。今や比較的安全だったトンネル内にも汚染は広がりつつある。かつて地上が危機にさらされた時、抗う人間はごくわずかで、その数もどんどん少なくなっていった。だけど僕たちはもっといい人生が遅れたんじゃないだろうか。こんな地下で年老い死んでいく運命を受け入れるというのか。愚か者とそしられようと
旧世界の希望が外に存在してるなら、僕はそれを探しに行かなくては。永遠の絶望の中にほんの一瞬でも希望が現れたなら、僕は希望を選ぶ。あの信号を突き止めてみせる。ああ、今のシーンは核戦争からラストライトの終盤ぐらいまでの回想って感じだね。で、今作は多分外がメインなのかな。外の世界。おー、始まった。これアルチョム、これは。すげえ、ガイガーカウンターの音がすごいけど。おお、視点が動く。いや、言うまでもないけど、めっちゃ綺麗。一応ホラーゲームでもあるということを忘れがちになっちゃうから注意していこう。で、ちょっと字幕の背景見やすいかと思ったけど、オフにしとこう。よし、まずはね、大事な大事な操作確認。はいはいはい。また変わった武器だ、これは。はいはいはい。で、こっちで、OK。まあ、チュートリアルもまた出てくるでしょう。さすがに、うん、OKOK。さすがに、操作は覚えてない。こっちはいけない感じかな。おお。ああ、ちょっと汚染が強い感じだね。あの、手首についてるのが、汚染表示のカウンターかな。骨、骨。なんかね、2033かラストライトにもあったような光景な気がする。オープン。おー、わー、懐かしい雰囲気だ。オッケーオッケー。そうそう、ライター、これで蜘蛛の巣を燃やせると。ここは開くのかな。開きそうにないな。あのトレーラーは本当に一部だけ見てるんだけど、地上でなんかね、マスクを外したりもしてるところがあったから、もしかしたらね、場所によってはもう汚染大丈夫でマスク外しても大丈夫っていうところが、わわわわわわわ、あんのかもしんない。お、弾だ。この武器はショットガン？この弾はきっとショットガンだよな。バツでジャンプ。いやー、蜘蛛の巣だ。これで近接。アタッシュケースとかを叩いて開ける感じではなかったよね。確かボタン、おお。ま、雲が。
雲が顔面に張り付いた。誰か笑ってんだけど。ほい。なんかもう最新のエンジンで作られてるだろうから汚いが綺麗だわこの辺りは。あ、なんだろうこれは、拠点に戻ってるところなのかな。うわ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 、雲はやだ雲はやだ雲はやだ。なんかこの金婚観婚音はわわわ、ちょっと、キモい。わあ、死んでる。このなんかベロを鳴らしてる音は絶対襲われてる感じだよな。今これどこに向かってんのかよくわかんないけど、こっちは取れないよな。ああまだいる。わわわわわわ、あっ、で治療キット。これこう見えてあんまりマガジンに弾が入らない感じか、というか10発しかない、もしかして。これはなんだっけ。あ、時計確認か。あ、機銃がある。なんか使えっていうものな気がするけど違うっぽい。おーい、こっちか。はい、早く閉めて、早く閉めて、閉めて、閉めて。しょっぱな、絶対絶命すぎない。あ、仲間 D6 の人。あ、やっぱアルチョム、まあ、だよな。ここは、またアルチョムが妄想に取りつかれて地上に行ってたのか。かわいそうだ。D6戦の戦闘は取らない。おい、デューク、ちょっと待て。どっちに行けばいい。なあ、ダミール、アルチョムのこと、大佐にバレてると思うか。知るかよ。自分で聞いてみろよ。リングから無線で連絡があった。明日には到着するはずだ。おい、いじめるな。僕がパチンコで取ったんだ。自分で解決させた方がいい。じゃなきゃメトロじゃ生きていけないぞ。しっかりしろアルチョム。スパルタンの血を注入してやるからな。
アルチョム、気がついた。大丈夫、ドクターは心配いらないって。心配で死ぬかと思ったわ。あなたが戻らなかったらどうすればいいの。地上に人なんていないの。誰もいない。話し相手なんていない。もしいるならすでにここに来てるって思わない？もう何度も同じことを話したはずよ。認めるしかないの。私たちの他にはいないの。大佐。いや、アレックス。いた、このバカ者が。同じことを何度言わせるんだ。お前が妄想に取り憑かれて死ぬのは構わんが、娘のことを少しでも考えたことがあるのか。お前の妻のことを。父さんやめて。D6 での戦闘後、オーダーは人手が足りないのにお前は抜けた。人々はお前を必要としてるが、妄想ばかり追いかけて。だがもうこんな妄想は終わりだ。あるのはメトロだけだ。他には何もない。そしてオーダーはそれを守るためにある。出なければ他に誰がここを守るというのだ。具合は良さそうだな。すぐに準備するんだ。さあ、お前のポリス行きについて話し合おう。来い、話がある。ドクターを連れてくる。ねえ、お願いだからこれで最後にしてね。じゃあ後で。アルチョム、なんとか一命は取り留めたが、お前を救うためにたくさんの血を必要とした。あの血で多くの負傷者が救えたはずだ。だがお前はまた怪我をして運ばれてくるだろう。不公平だと思わないか。先に言っておく、アルチョム、次はお前を救えないかもしれない。はい、今の会話から察するに、とりあえずメトロラストライトのグッドエンド分岐を終えて、アルチョムはまだ結構野心を持ってて、地上には何かあることを信じて、つまりは独断で地上に頻繁に出て行ってしまっては怪我をしてここに運ばれてきてなんて状態を繰り返してて、ちょっとミラーとかにも愛想をつかされてるっていう状態だね。で、ミラーはというと、D6 の戦闘ですごい、なんだろう、銃撃を受けて下半身がもうほとんど失われてるっていうか、両足がなかったから今両足が義足になってたね。はい。お、足元が見える。よし、じゃあとりあえず今回はこの辺にして。結構ね、エリアの密度がすごいって聞いたんで、じっくりプレイしていこう。結構ね、ラストライトとか2033とかで、お世辞にもいいとは言えないステルス行動とかしちゃったんで、今回はね、なんとかうまくやっていこう。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。